どうもこんにちは、寝癖の三戸氏です。はい、今日なんですけど、今日3月20日は何の日でしょうか？うん、もちろん知ってるよね。はい、僕の誕生日です。はい、というわけで、そうなんですよ。今回で僕、22歳を迎えることができました。ありがとうございます。ついでに4万人達成もありがとうございます。そういうわけでですね、今日は最近 YouTube で流行っている、あれ、Uber Eats 食べ放題という名の、ただ値段気にせず注文しまくるだけやっていきたいと思います。これね、リクエストをちょっとコメントでいただいてて、それでね、あ、いいなと思って、今回やることにしました。リクエストありがとうございます。では早速注文していきましょう。何気にね、本当に初めてなんですよ、Uber Eats使うの。とりあえず気になるやつをバンバン頼んでいこうと思います。結構いろいろあるな、本当に。あ、フレッシュな、やっぱやめますこの企画。到着までにめっちゃ時間かかること判明したんで、急遽企画変更します。はい、ということでめちゃくちゃ急遽なんですけど、近くのセブンイレブンで食べたいものを買いまくってきたんで、今日はただの飯動画でございます。ケーキサンドと、もちふわパンケーキと、カスタードホイップシューと、ハッシュドビーフ仕立てオムライス、ロースカツ丼、金のワッフルコーン。では、楽しく爆食いしていきましょう。いただきます。はい、じゃあもうね、早速これ、これはね、もうめちゃくちゃ美味しそうですぐ買っちゃいました。見た目が超飯テロなんですよ。いただきます。ああ、やっぱトロトロ、めっちゃトロトロです。卵がトロトロ、ちょっと油っぽさがね、見た目に出てるのがすごいですね。ああ、トロトロ。その玉ねぎと豚肉とこのハヤシライスの風味のマッチってめっちゃ最強だと思うんですよね。待って、めちゃくちゃ美味しいこれ。ほんと卵がとろけてるのがすごく最高です、これ。半熟卵って感じですね。すかさずここでパンケーキもいただきます。こういう系のパン僕大好きなんですよ。結構買いますね。あ、美味しい、甘くて。メイプルシロップの甘さとバターの風味が最強です、これ。パン自体の甘さもすごいんですよね。本当はね、Uber Eats の結構美味しそうな料理たくさん並んでるんで、やっぱりそれが楽しみだったんですよ。けどね、この僕の家のあたりね、そんなに立地いいわけじゃないんで、配達員捕まっても到着1時間後とかなるんで、ちょっとそれに耐えられなかった。ちょっと Uber Eats ちょうど届いたみたいです。一品だけ僕ちゃんと頼めてたんですよ。届きました。はい、これフレッシュネスバーガーです。これフレッシュネスバーガーの抹茶のタピオカのやつです。それとフレッシュネスバーガーと言ったらやっぱりハンバーガーということで、アボカドハムバーガーなんかわかんないけど、そんな感じの名前のやつです。本当はね、こんな感じで Uber Eats たくさん頼もうと思ってたんですけど、ちょっとさすがにね、届くまでに1時間をかかるのは待てなかった。次はね、ちゃんともうちょっと念入りにやって Uber Eats やろうと思います。じゃあもう早速これ食べていきます。フレッシュネスバーガーも食べるの初めてなんですよ。いただきます。すごい。バンズが美味しい。すごい。
あのね、マクドナルドとかモスバーガーと比べてもフレッシュネスバーガーバンズが美味しい。柔らかくてふわふわ。そしてね、味が健康的。野菜もシャキシャキだし、アボカドも新鮮味があってすごい美味しいです。え、めっちゃ好き。美味しい。クリームソースがめちゃくちゃ美味しい。アボカドとクリームソースとハンバーグ、めっちゃ美味しい。これじゃあ抹茶タピオカもいただいてみます。全然甘くない。あれすごい味が薄いような気がするんですけど、これが普通なのかな。ちょっと味が思ったより薄かった。だけどタピオカすっごいモニョモニョです。思ったよりちょっと薄かった。はい、食べてる途中なんですけど、こちら以前僕名前ミトシ Vlog っていう名前でやってたんですけど、その時に作ったこのパーカー、まあ、その他のグッズもあるんですけど、これをまあ年度末っていうことでキリがいいので、今までショップでこれ販売してたんですけど、それの販売2020年3月、今月までにしたいと思ってます。ってことで、もしね、買いたい方いればの話ですけど、買いたい方がいれば概要欄にショップのリンク貼ってあるんで、一応3月までは売ってるんで、ぜひ買ってみてください。ちょっとフレッシュネスバーガー食べたら、やっぱりウーバーイーツ食べ放題やりたいなーと思ってきたって感じです。またやっぱ近いうちにもう一回再チャレンジしますね。多分今回ね、準備がちゃんとできてなかったっていうのがあったと思うんで。これね、セブンイレブンのカツ丼、多分食べたことある人はめちゃくちゃいると思います。たまらん、めっちゃ美味しい。そう、ちゃんとさ、カツにこのお汁がしっかり浸透してる感じ最高ですよね。なんか卵もすごいトロトロに作ってるし、結構ほんとクオリティ高いんですよね、これ。うまっ。やっぱカツ丼はいつになっても美味しい。もう飽きたことがない、本当に。カツ丼は最強、最強なんです。まあ、個人的に松の家が最強ですね、やっぱり、カツ丼とかは。ねえ、それも含めてやっぱウーバーイーツやりたいな。また今度やろう。何回も言ってるけど、また今度やろう。これね、めちゃくちゃおすすめのスイーツです、セブンイレブンの。これね、本当に美味しいんで。蒸しパンのスイーツなんですけど、ま、食べてみますね。まあ、これがたまらなく美味しい。ほんとしっとりと凝縮された蒸しパンって感じですね。けどスイーツなんでね、すごくひんやりしてるんですよ。そして中に甘いホイップクリームが入ってるんですよね。わかりますか、この感じ。これは本当に食べてみてほしい。はい、これも食べておこう。ダブルシューだったかな、これは確か。いただきます。おっと、おー、すごい。僕ね、やっぱりこのカスタードクリームとホイップが一緒に入ってるシュークリーム大好きなんですよ。ホイップの量が多めの方が僕好きですね。もう幸せ、最高。はい、ちょっとお腹いっぱいになってきたんで、これを食べて誕生日爆食いを終了させようと思ってます。
ごちそうさまでした。はい、そんな感じで普通の飯動画でございましたけど、やっぱ本当に Uber Eats はやってみたいなってめっちゃ思いました。フレッシュネスバーが届いた時点で、あ、やっとけばよかったってちょっと思ったんですよ。けどね、本当あれって配達員さんがいないと成り立たないじゃないですか。やっぱりね、あのリクエストもいただいたわけなんで、まあどっかでねやろうと思います。皆さんもぜひ Uber Eats 圏内であれば、まだ頼んだことない人ね、一回やってみてください。意外と普通にデリバリーです。はい、まあそんな感じで今日はこの辺で終わろうと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。